これ堀切なの？あいつオンラインノベルの作家らしいんだよ。バレちゃったよ、南くんに読まれたらヤバい。ヤバいよ、お母さんがお姉ちゃんの創作願い出すって。え？お前なんだろ。男は一寸姫は小槌を振るった後、あけぼの岬で朝日に向かって拝んで大きくなったらしい。なんかお忍び不倫旅行みたい。神様、どうか私を元の姿に戻してください。